まず最初のビリビリモンスは、ポストフルフル。ギリレブラーシュ。いきなりマイナーモンスですね。フルフルに色も形もそっくりな通常種と違って、足は汚れた抹茶みたいな色をしているんだ。毒々しいです。その能力も普通とは全く異なっていて、通常種が毒を使うのに対して足は電気を使うんだよ。なんでそんなに違うんですか？実はこいつ、もともと通常種が毒を溜めていた部位が、蓄電器官に変化してるみたいなんだ。ただなんでそうなったかは、未だにわかってないけどね。突然変異ってことで済ませましょう。そして肝心の戦闘方法はというと、主に雷属性やられによる気絶と麻痺のコンボ攻撃を仕掛けてくるよ。めっちゃハメ技使うじゃないですか。先輩であるフルフルさんの代名詞、分裂電撃ブレスもしっかり習得していて、食らうとほぼ確実に麻痺っちゃうんだ。教えてもらったんですかね。それとギリネブラーシュはモンハントライ以降で追加されたシステム、高速攻撃も強力だよ。何ですかその攻撃。モンスたちがハンターを拘束して一方的に攻撃してくるやつだね。ライズだと四つ見は動画やってきたりするかな。ああこれですか。なんとギリネブラーシュの拘束はハンターを丸飲みしてモグモグした後に電撃攻撃でフィニッシュしてくるんだ。味方によればエッですね。これ案外ダメージがでかいから、良い子のみんなはすぐ肥やし玉投げて逃げようね。口にうんち放り込まれるネブラさん。それと悲しいことになぜか足は卵を産めない体になっているんだ。でもその代わりに麻痺効果のある電撃爆弾を産んでくるから注意が必要だよ。我が子を失ってまでも電気を使うビリビリモンスの鏡です。ちなみに怒るとフルフル足的な真っ赤な色になるんだ。明太子みたいで美味しそう。普段どんな明太子食べてるんですか。さてお次はライズ参戦派よ。ライゼックス。こいつ見た目が超好きです。このライゼックスはクロスシリーズで出た4大メインモンスターの一角だね。超膨大な電気を操る姿から雷竜なんて呼ばれてるよ。肩書きがもうビリビリモンスです。色から模様から全身が超綺麗でかっこいいけど、実はとても残酷な性格をしてるんだ。そうなんですか。波のモンスが縄張りに入ったらもうおしまい。すぐにライゼックスに襲われて食べられちゃうよ。実際にドスランポスを捕食するムービーもあるし、その凶暴さは計り知れないね。そして本題の攻撃方法はというと、全身にある発電機関から電気を生成して、いろんな攻撃を仕掛けてくるんだよ。それは強い。ライゼックスは頭、翼、尻尾のそれぞれに電気を集中させることで自身を強化できるんだ。ちなみにこの状態のことを、V 電化状態と呼ぶよ。なんだか難しい名前です。この状態になると、ド派手な広範囲の電撃攻撃を繰り出すようになって、もう超かっこいいんだよ。ただのファンじゃないですか。他のモンスとは違う緑色の電撃がまたいいんだよね。かっこよさに痺れるって点でも、ビリビリモンスと言えるかもしれない。それは一理ありますね。そして特にビリビリなのが、四つ股に分かれた輝く尻尾。この膨大な電気をまとった尻尾から、確定麻痺の攻撃を繰り出すんだ。食らったら終わりですね。さらには G 級になると、尻尾を地面に突き刺して放電するなんて荒技もしてくるよ。攻撃範囲広すぎです。ちなみにライゼックスさんは、自分の子供を産んでもほぼほぼ放置しちゃうらしいよ。だから生まれてすぐから自分の力で生き抜いてきて、やっとこれほどの力を得るんだって。たくましすぎる生態です。さてお次はもう忘れないで。ジャナガブル。どなたさんでしたっけ。こいつはモンハントライ、トライ G2 のみ登場するモンスターで、めちゃくちゃ影が薄いことで有名だよ。なんか矛盾してますけどね。こいつこんな見た目をしていながら、実はラビアクルスやタマミツネと同じ海流種なんだ。つまりお魚じゃなくて竜ってこと。完全に提灯暗行ですけど。だから普段水中にいるけど肺呼吸だし、おデブなせいで泳ぎも不得意っていう。なんなんだこいつ。そんなキュートな一面を持つジャナガブルさんのビリビリ攻撃は、なんと尻尾から繰り出されるんだよ。そうなんですか。怒り時には針千本みたいにトゲをいっぱい出すんだけど、特に尻尾のトゲには強力な麻痺毒がついてるんだ。今度はええみたいですね。後ろに回って攻撃してると、高確率で尻尾を振って麻痺にしようとしてくるから厄介だよ。切っちゃえばいいのでは？残念ながら頑張って切断しても、先っぽが切れるだけで麻痺効果は消えません。それはひどい。しかも尻尾から良い素材が出るわけでもないから、そもそも切る必要があんまないっていうね。ほっとくのが一番ですね。ところでこのチャナガブルさん、いつも海の底で擬態してるんだけど、この特徴ってカレイとかヒラメのものだよね。もういろんなお魚要素が混ざりすぎて、こんな感じになってるよね。しかもこれで竜というオチがすごいです。さてお次は、ビリビリ界のカマセイヌ、ゲネポス。久しぶりに見ましたね。このゲネポスは、ランポスさんの足とされてるモンスだね。砂漠に住んでるから鱗が砂の色になってるよ。いわゆる保護色ですね。普
通のランポスと違って、牙や爪に強力な麻痺毒を持っていて、自分よりはるかにでかい生物でも、すぐに痺れさせることができると言われてるよ。超強いじゃないですか。しかもこの麻痺毒には恐ろしい裏設定があって、実は制限させるのは運動能力だけで、嗅覚とか視覚は麻痺させないんだ。だから襲われる側は、食べられてる最中も意識や感覚が、怖すぎるんでやめてください。もはやビリビリとか可愛いレベルじゃないよね。ただの凶悪モンスです。そしてこのゲネボスさんは、プレイヤーにとっても凶悪で、大型との戦闘を横入りしては、たびたびハンターを麻痺させてくるんだ。超邪魔モンスじゃないですか。大技の直前に出てきた時は、もう死を覚悟するしかなかったよね。祈るしかないですね。ただセカンド G 以前は、痺れはナノ素材としてゲネボスの麻痺牙が必要だったから、憎みに憎めなかったっていうね。実はお世話になってたんですね。またこのゲネボスさんを語る上で、忘れてはいけないのが、親玉であるドスゲネボスだね。ごめんなさい忘れてました。こいつは通常のゲネボスと比べてだいぶ体が大きくなってるよ。トサカもアルバトリオンみたいになってるね。それは大げさです。その体格の分持っている毒も強力で、麻痺が起こる噛みつきや飛びかかり攻撃がより強化されてるよ。さすが親玉なだけあります。さらにダブルクロスでは昔より痺れる確率が上がってるし、 44G の恐竜化個体に至っては全麻痺攻撃が食らうと確定で痺れるっていう恐ろしい仕様も。ビリビリ界最強じゃないですか。ただ残念ながら G 級進出は果たせなかったんだけどね。なぜなのか。ちなみにドスゲネボスって群れのリーダーになれないこともあるらしいよ。そうなんですか。でももしそうなったら一人で放浪して生きるみたい。なんだかかっこいい生き様のモンスです。さてお次はダラーマジュラの弟子ガララージェラ。心なしか名前も似てます。こいつは見ての通り超でかい蛇みたいなモンスだね。その体長はなんと平均40メートルにもなるよ。でかいマンションくらいですかね。そして最大サイズにもなると50メートルくらいの個体もいるとか。ボルトがその上を走っても5秒以上かかっちゃうね。想像したらシュールですね。でもこいつ今までと比べてビリビリ感なくないですか。確かに一見そう見えるけど、ちゃんと強力な麻痺技を持っているよ。それがこの噛みつき攻撃。本当の蛇みたいですね。これを食らうと、もはや高齢の確定麻痺になってしまうから注意だね。相当強い神経毒が牙から注入されるみたい。絶対食らいたくないですね。そしてこんな風に麻痺で動けなくしたところを、すかさず超長い体で囲んでいって、最後に地面から突き上げる大技を決めるんだよ。この卑怯者、と思ったけど、普段痺れ罠使ってるハンターは何も言えませんね。でも実際法の拠点の一つ、彦村の村長も、とてもずるくて賢いモンスターなんて言ってるし、世界観上でもそういう立ち位置なのかも。相当厄介がられてるモンスですね。麻痺以外にも大きい音出してひるませたりと、結構こすい技が多いし、何より極限ガララージャラー種の悪用もあるから、まあちょっと暗い文句言ってもよしとしましょう。アジャラさんも生きるのに必死なんですね。さてお次はビリビリ界の異端児クラゲ。本当に異端ですね。こいつはトライシリーズに登場する誰が知ってるんだって感じのモンスだね。正式名はクラゲ型遊泳魚っていうらしいよ。じゃあ一応魚類なんですね。このクラゲさん、基本海の中でふよふよ漂ってるだけなんだけど、たまにふと思い出したかのように体当たりをしてくるんだ。一応敵モンスとしての自覚があるんですかね。その時ごく稀に電気をまとって体当たりすることがあって、それに麻痺効果があるっていう。ならもう立派なビリビリモンスです。ただ今回一生待っててもやってこなかったから、相当可能性が低いのかも。日頃の行いが悪いんですよ。ちなみにどうでもいいんだけど、冷やし中華にクラゲって必須だと思わない？本当にどうでもよくて草。さてお次は敵か味方か。ガジャブー。ぜひ味方であってほしいです。こいつはワールドアイスボーンで登場したモンスで、昔いたチャチャブーに似た姿をしているね。分類としてはアイルー、メラルーたちとも一緒だよ。ちっこいところが可愛いです。ただ可愛い見た目に反して結構恐ろしい奴らなんだ。群れに近寄ると威嚇し始めて、しまいには爆弾や投げナイフなんかを投げてくるよ。完全にやりに来てますね。しかもこの中には毒や睡眠、そして今回の本題である麻痺投げナイフまで使ってくるんだ。強い。この毒毒、スヤスヤ、ビリビリ攻撃にはまるとなかなか抜け出せない時があるから要注意だね。カタカナが多いです。ただこのガジャブーさんの攻撃をうまく誘導して大型モンスに当てると、ちゃんと状態以上にできるっていう仕様もあるよ。急に撫でてあげたくなりました。さらにゲームを進めて条件を満たすと、友好関係が結べて正式に仲間モンスになってくれるんだ。ガジャブーのとこに大型を連れてくと、協力して攻撃してくれるようになるよ。ちょっくらお友達になってきます。次は小型クソモンス界の大エース、ランゴスターブナハブラ。
ポケカのタップカードみたいに言わないでください。ライズから始めた人はこいつらの害悪さがいまいちわからないと思うんだけど、簡単に言えば横槍麻痺害虫、戦闘中に横から麻痺にしてくるっていうシンプルだけど一番うざいことをしてくるんだ。しかも空中に浮いてるから処理もしづらいっていうおまけ付き。思い出しただけでもイライラします。特にランゴスタに関してアイスボーンではかなり攻撃的な調整にされてたらしく、快適さを追求したワールドシリーズでさえも害悪さを発揮しうるという害虫っぷり。絶対に邪魔してやるという強い意志を感じます。基本的にはシリーズごとに交代で出てくるんだけど、シリーズによっては被って出演することもあるよ。つまり地獄のシリーズが存在すると、今後はずっとライズのような落ち着きでいてほしいね。そうしてくれるとありがたいです。次はプカプカドデカムシ、大雷光獣。キラキラ光るお星様って感じです。このドデカムシ、特殊な環境にいる雷光獣が突然変異を起こして巨大化したものだと言われているよ。雷光獣って競合とかに使うあの雷光獣ですか？そうだよ。他に突然変異したもので言うと、人王だから取れる超伝雷光獣がそうだね。強そう。基本的には古代遺跡だったり夜の水辺に生息してるんだけど、山津神の体内にも生息してることがあるんだよ。どういうドッキリですかそれ。そんなどこにでもいる大雷光獣はさっきの害虫と同じく横から麻痺にしてくる害悪っぷり。なんだか害虫よりも不気味さが強いですよね。害虫ほど機敏じゃないから処理しやすい点は高評価だよ。所詮どちらもマイナスですけどね。次は超影薄ビリビリ、ドスギルオス。誰？ワールド屈指の影薄モンスで、ドドド三兄弟っていうイベントクエスト以外だとほぼ狩られることがなかったくらいの影の薄さ。そうなんですね。ドスの名の通り、ギルオスっていう小型モンスの親分的存在なんだけど、ドスギルオス系の特徴はなんといっても口内から生えてる長くて鋭い牙だね。牙がこんな長いことあります？噛みつき攻撃には強力な麻痺攻撃がついていて、大型モンスター相手でも数回噛みつくだけで麻痺らせちゃうくらい強い麻痺毒だよ。見た目も能力もヘビみたいです。ちなみに古文のギルオスたちは基本的に逃げ腰なんだけど、ハンターが大型モンスターを転倒させた瞬間、横から一斉に攻撃を仕掛けるというこじきっぷり。モンスターを攻撃してるだけまだマシですよ。その通り。なんなら結構有効な麻痺を入れてくれるから普通に助かるんだよね。それにドスギルオスたちの生息してる正気の谷のモンスターたちは麻痺が通りやすいモンスターが多いのも相まって、戦闘中のギミックとして扱えると強力だよ。あるものは全て使う、それがハンターですから。次は歩き騒ぐ不潔ババコンガ。これは否めません。主に密林を縄張りとしているお猿さんで、あのコンガの親分的な存在だね。ボス猿ってことですか？見ての通り桃色の体毛が特徴的だから、ギルドからは桃毛獣って呼ばれてるみたい。名前だけ見るとキュート感あります。ババコンガといえばババを投げてきたり、ところ構わずおならをしてきたりと、とにかく腐って不潔なイメージがすごいけど、もう一つ特徴的なのがあの臭そうなブレスだよね。不潔なイメージが強すぎて忘れてました。食べたキノコによって効果が変わるんだけど、その中でも麻痺だけを食べるとブレスの効果が麻痺ブレスに変わるんだ。器用すぎません？結構バカにならない攻撃範囲で普通に厄介な攻撃になってるよ。草しびれるとか最強さえ臭すぎます。個人的にブレスケアを大量に食べさせた後のブレスがどんなブレスになるのか超気になるんだけど、どうなると思う？そりゃもう小泉孝太郎さんも顔負けの爽やかさですよ。 CM 出演待ったなし。続いては公式棒モンスターフルフル。はい、 NG ワード。もはや多くを語らずとも、その見た目と鳴き声の不気味さから多くのハンターにトラウマを植え付けたり、片やマスコットとしてキュートな一面をお届けしたりと、本当に奇妙なポジションにいるモンスターだよね。0100なモンスターはこいつだけだと思います。そしてフルフルといえばビリビリの電撃攻撃なわけだけど、食らうともちろん麻痺になっちゃうよ。これ避けづらいですよね。加えて普通の雷属性攻撃も使ってくるから、気絶麻痺のデスコンボに苦戦したハンターは多いんじゃないかな。初心者最大の敵です。ちなみにフルフルはオスでもありメスでもあって、なんならフルフル一体で産卵することができるらしい。すごいですね。ただその産卵方法が結構ショッキングで、フルフルベビーの餌になるモンスターに直接産みつけるんだって。そのためには餌になるモンスターを拘束しなきゃいけないから、お得意のビリビリ電撃で麻痺させるんだとさ。一連の流れが鮮明に想像できちゃって怖いです。全国のパパママさん、夜更かしをするキッズを寝かせる際にはちゃんと寝てないとフルフルが卵を産みつけに来るって、この動画を見せながら教えてあげてください。寝つく前にギャン泣きしますって。次はおならで奏でるオーケストラ、ラングロトラ。
詳しくはアホな依頼文を見てくださいね。砂原や火山など暑くて乾燥した地域に住む蛾獣種なんだけど、他の蛾獣種と比べて、何ですか？ハゲてます。え？例えば蛾獣種といえばのアワシラ。彼はふさふさの体毛があるけど、肝心のラングロトラはどう？見事にハゲ散らかしてるよね。確かにツルツルです。まあ冗談はさておき、全身が真っ赤で硬い甲殻に覆われてるんだけど、見た目の通りマグマの熱に耐えるほど頑丈らしいよ。ダッハゲなんですね。そんなラングロトラは、公式設定で邪魔モンスとされてるだけあって、その名にふさわしいマヒブレスを吐いてくるよ。これ嫌いです。攻撃の隙は大きいんだけど、コンボで大技を食らっちゃうから厄介なんだよね。隙は大きくてもなぜか当たっちゃうんですよね。ちなみにこのマヒブレスは、ブナハブラを餌にすることで獲得したものらしい。駆除してくれてる結果なら OK です。それとマヒ袋を持ってるのは、ライズダとラングロトラだけなんだよ。フルフルも持ってるのかと思ってました。通常の総遊で、マヒを扱えるのもラングロトラだけだから、地味にオリジナル要素を抱えてるっていう、地味優遇モンスってところですかね。次は渋ガキッチャー、ビジテンを。もっとまともなもの投げてほしいです。さっき紹介したラングロトラと同じ蛾獣種なんだけど、天狗と猿を混ぜたような、だいぶ特徴的な見た目じゃない？言われてみればそんな気がします。故にギルドからは、天狗獣って呼ばれてるらしい。そのまんまですね。そんな奇抜な見た目のビジテンをだけど、どうやらカキが大好きみたいで、お腹のポケットに常に溜め込んでるよ。なんだかドラえもんみたいです。ただ、そのカキは食べるだけに収まらず、ハンターとの戦闘中にボールみたいに投げつけてくるんだ。食べ物投げるとか育ち悪すぎません。全部で4種類のカキがあって、それぞれ効果が異なるんだけど、そのうちの一つにシビシビガキがあるね。名前の通り当たると麻痺になっちゃうんだけど、攻撃の合間に投げつけてくるから、ものすごく厄介。うわぁ、めんどくさい。それに、麻痺の煙を発生させてくることもあるから、より注意が必要だね。起きた竜巻ならぬ、起き麻痺ってやつですか。ちなみに、戦闘中に柿を落とすことがあって、それを拾うとアイテムとして使えるんだけど、毒毒柿を投げると毒にすることができるよ。毒投げないと効果は同じなんですね。ところで、猿が柿を投げるといえば、優は何を思い浮かべる？猿カニ合戦ですかね。そうだよね。確か、カニを騙して柿をむさぼり尽くした猿に対して、栗、蜂、ウス、うんちが結託して、集団で猿をぼこすとかいう、なかなか鬼畜な昔話だったはず。最後の登場キャラが一番鬼畜です。今後のアップデートで、ライズでの猿カニ合戦満たさない？しれっとイベクエで実装されそうなので、ちょっと期待してます。いやー、麻痺系のモンスってこんなにいたんですね。いつもは厄介な相手だけど、こう見るとみんな個性的で面白いね。皆さんのお気に入りも教えてくださいね。それでは、ありがとうございました。